ガイウス・ホスティリウス・マンキヌスは、紀元前2世紀中頃の共和制ローマの政治家、軍人。紀元前137年に、執政官を務めた。マンキヌスはプレブスである、ホスティリウス氏族の出身。この氏族は、紀元前2世紀になって、高位官職の人物を出すようになった。マンキヌスのコグノーメンは、第二次ポエに戦争中の紀元前百十七年、独裁官。 クイントス・ファビウス・マクシムスの霊下で、騎兵文献隊を指揮し、カンパニアで戦死したルキウス・ホスティリウス・マンキヌスが、資料で確認できる、最初の例である。このルキウスにはおそらく同盟のルキウスとアウルスの二人の、息子がおり、ルキウスの息子が、紀元前145年の失政館で、第三次ポエーニ戦争の英雄、ルキウス・ホスティリウス・マンキヌスである。一方、アウルスは、 紀元前170年に、死族初の執政官となったが、このアウルスがマンキヌスの父である。マンキヌスには、アウルスという名前の兄がおり、紀元前151年に、アエディリス・クルリスを務めている。19世紀のドイツの歴史学者、テオドール・モムゼンは、マンキヌスを、あまり知られていない男としているが、これは、ローマの上流階級との交流が少なく、出世が遅れたためである。 マンキヌスの政治歴に関する記録は、紀元前140年代初頭に遡る。紀元前150年から紀元前147年の間に、プラエトルを務めた。この職権をもって、マンキヌスが、テッサリアの都市国家、ナフラキオンとメリテアの問題を解決する、よう、元老院を招集している。マンキヌスは、首都担当法務官として、不在の執政官に代わって、 首都ローマの最高責任者であった。父と同様、マンキヌスも法務官から失政官まで10年以上を要した。ようやく紀元前137年になって失政官に就任する。同僚失政官はパトリキのマルクス・アエミリウス・レピドス・ポルキナであった。マンキヌスがケルティベリア人との戦争のためにヒスパニア・キテリオルに派遣されることとなり、ポルキナはローマに残った。 その後のポルキナの行動から軍事作戦実施の方が価値が高いとの認識があったと考えられるため、現代の研究者はこの任務分担はくじ引きによるものであったと考えている。失政官に就任すると、マンキヌスは直ちにヒスパニアに出立した。クアエストルにテベリウス・センプロニウス・グラックスがいた。新たな軍の編成は行われず、マンキヌスはプロコンスル・マルクス・ポピッリウス・ライナスが、 それまで指揮していた軍を引き継いだ。古代の作家たちは、マンキヌスがヒスパニアに赴く途中での不吉な前兆を報告している。マンキヌスが神々に生贄を捧げようとしたとき、鳥が檻から飛び出してきて、ヘラクレス港で船に乗り込むと、マンキヌス、ここに泊まれ、あるいは、マンキヌス、明日にせよとの声を聞いた。このためマンキヌスは、陸路を使って、ヤヌアまで行った。 さらに彼の船で巨大な蛇が発見された。このようなことがあったにもかかわらず、マンキヌスは、認知に到着し、ライナスから軍を引き継いだ。ヌマンティアの以降、マンキヌスは,は、前年には何度もローマ軍を撃退していたヌマンティアに、対して、直ちに軍事行動を開始した。古代の資料は、ヌマンティア兵4000に対して、ローマ軍は2万、3万あるいは4万の兵力を、 有していたとする。現代の研究者は4万は誇張であると考えているが、いずれにせよ、ローマ軍の戦闘力は低かった。さらにマンキヌスの指揮能力も低く、ローマ軍は戦えば負けるという状態だった。プルタルコスはいくつかの大きな戦闘に関する敗北を書いているが、ルキウス・アンエウス・フロルスは、ヌマンティアが継続的に待ち伏せ攻撃と反撃を繰り返して、 マンキヌスを疲弊させ、ついには誰もヌマンティア人の姿や声にさえ耐えられないほどになったと記している。さらにカンタブリ族とワッカエイ族も救援に駆けつけるとの噂が流れ、ローマ軍の士気は崩壊した。マンキヌスは夜中に野営地から脱出したが、殿の軍は大損害を被った。ローマ軍はクイントス・フルーユウス・ノビリオルが紀元前153年に建設していた、 古い砦に入ったが、食料はなく敵が再度攻撃してきたら撃退することは不可能であった。古代の資料はマンキヌスは絶望的な立場にあったとしている。全滅を避けるためにマンキヌスはヌワンティアとの交渉を開始した。ヌワンティアは財務官のグラックスを交渉相手に指定してきた。 彼の父ティベリウスセンプロニウスグラックスマイヨルは第一次ケルティベリア戦争後の戦後勝利でヒスパニアでの評判が良かったためである。おそらくグラックスはヌマンティア側の条件のいくつかを軟化させることに成功した。締結された講和条約によればローマ軍の自由な通行は認めるが財産と武器は全てヌマンティアに引き渡すこととなった。エウトロピウスは カウディウムの屈辱を再現するかのように、ローマ兵は、くびきの下を一人一人かが,がんでくぐらされたとしているが、これは、憶測に過ぎない。政治的条件に関する記録はない。紀元前151年に、マルクス・クラウディウス・マルケルスが結んだ条約を確認したとの説もあるが、その場合ヌマンティアの独立を認めたこととなる。ヌマンティアとしては、ローマに、 不信感を抱く十分な理由があったため、合意内容は、マンキヌスだけでなく、グラックス及びトリブヌスミリトゥムの署名後、封印された。マンキヌスが、実質幸福に近い講和条約を締結したとの、報告は、ローマでセンセーションを巻き起こした。元老院はこの出来事に激怒し、直ちにマンキヌスを、指揮官から解任し、尋問のために、ローマに召喚した。 マンキヌスがヌマンティアの特使と共にローマに到着すると、この条約をどうするか、また批准を拒否した場合には、条約に署名した人々をどうするかについて、活発な議論が展開された。同様のことが、紀元前139年にも生じていたが、その時のスキャンダルの原因は、クイントス・ポンペウスであったが、ポンペウスはヌマンティアと条約を締結していないと主張した。しかし、 マンキヌスの場合には疑問の余地はなかった。マンキヌスは全軍を救うには降伏することが唯一の方法であり、この条約はローマの損失を意味するものではないと主張した。彼は敗北の原因をポンペイウスのせいにしようとした。マンキヌスは元老院議員たちにポンペイウスの行動のために自分の軍隊は戦闘不能状態にあり、 その敗北はポンペイウスが結んだ条約を批准しなかった当然の帰結であると語った。さらに条約が批准されていないにもかかわらず、ポンペイウスがヌマンティアに引き渡されなかったという事例はマンキヌスに有利となる可能性があった。しかしマンキヌスはこの状況から利益を得ることができなかった。ポンペイウスは自分を正当化し、有力な元老院議員のグループは条約を批准する。 ことはできないと主張し、マンキヌスが責任を負うべき、唯一の人物として、ヌマン、ティアに引き渡されるべきとした。また、この条約は、紀元前321年のカウディウムの屈辱を思い起こさせた。この敵元老院は、サムニウムとの条約を破り、再度サムニウムに攻め込んだ。マンキヌスの主たる敵は、プブリウス・コルネリウス・スキピオ・ナシカセラピオと、 グブリウス・コルネリウス・スキピオ・アエミリアヌス・アフリカヌスで、あった。条約署名者の一人であるグラックスは彼らのいとこで、あったが、両スキピオの主張を止められなかった。アエミリアヌスが、このような立場を取ったのは、粗暴な敵との条約には、原則的に反対であったからである。マンキヌスのいとこであるリキウス・ホスティリウス・マンキヌスは、スキピオに反論した。しかし元老院の多数は、 二人のスキピオの言い分に耳を傾け、結果、元老院は民会にヌアンティアとの協定を解除し、この協定を結んだものを引き渡すよう勧告した。民会はマンキヌスの身柄引き渡しを承認したが、他の署名者の引き渡しは認めなかった。マンキヌスの身を引き渡すとの提案は、執政官、ルキウス・フリウス・ピルスとセクストゥス、アティリウス・セルラヌスによってなされ、 マンキヌスもこれを受け入れた。キケロは同様な立場にあったポンペイウスと比較して、マンキヌスの道義的な正しさを書いている。ピルスはマンキヌスをヒスパニアに連れて行き、ヌマンティアの門の前に裸で両手を後ろで縛った状態で一日中、立たせた。しかし、ヌマンティアの住民は締結された協定への忠誠の証として、マンキヌスの受け取りを拒否した。夜になって、マンキヌスは、 取り占いの結果に従って、ローマの野営地に連れ戻された。このため、条約問題は未解決のままとなった。ヌマンティアからローマに、ローマに戻ったマンキヌスは、元老院での地位を得ようとしたが、五民間のプブリウスルティリウスは、マンキヌスが敵国に送還された時点で、ローマ市民ではなくなったと主張して反対した。何らかの理由で奴隷として売られたもの。 あるいは神聖な任務の大使に任命されて失敗した者は元の地位に戻ることはできな,ない。これは昔からの決まりだと彼は主張した。法律の専門家たちも共通の決定を下すことができず激しい議論が始まった。最終的にマンキヌスはローマ市民権は回復できたが元老院議員としての地位を失った。その後マンキヌスは二度目の法務官の地位につき、 このおかげで彼は再び元老院議員となった。その際に彼がヌマンティアに引き渡された時の様子を描いた像を建てたことが知られている。キケロとプルタルコスはマンキノスを同情的に描いている。キケロは彼を良識と仁義と言葉に対する忠誠を持った立派で高貴な人物とし、ポンペウスと比較して好意的に評価している。パテルクスによれば、 マンキヌスの悲劇はその正義感によって引き起こされたものとする。プルタルコスは一般的には悪くない人物であったが、ローマの軍事指導者の中では最も不幸な人物であったと考えている。同時に多くの古代の資料においてマンキヌスが締結した条約自体は恥ずべきものであったと認識されている。法務官のグラックスが交渉を行い、署名した条約の批准を 元老院が拒否したことが、後のグラックスとローマの支配階級の対立の重要な要素となったという有力な見解が古代からあった。キケロは以下のように書いている。ティベリウス・グラックスの場合は、執政官、ガイウス・マンキヌスの財務官として、自身が調印に関わったヌマンティアとの条約が批判にさらされ、元老院が条約批准拒否という厳しい姿勢を見せたことで、 憎しみと不安に駆られたという事情があった。その結果、この聡明で勇気ある人物は、父の歩んだ厳格な道から離れるしかなくなったのだ。キケロ、占い師の回答について、43万キヌスが屈辱的な条約を結んだことは、結果として、ローマの支配層内での闘争を激化させた。これを見たグラックスは、ローマの国家機能の不完全性を確信した。 ありがとうございます。